どうも、あえちゃんです。今回ですが、シャンクスのメダルとサポートがですね、両方完璧に完成したんで、まあ、皆さんに紹介していこうかなと思います。まあ、ルフィの3点セットって以前にも紹介してると思うんですけれども、まずメダルがこんな感じとなっています。で、サポート 167.3% っていうことで、まあ、意外とね、サポートっていうのがですが、無課金でもまあまあ作れそうな感じはするんですけども、ハンコックとかですね、あと2年前のローっていうのが、揃えるの結構難しいかなっていう感じは若干するんですけども、まあ、頑張れば無課金でも作れそうなパーティーではなっていますね。で、アタック、麦わらグランドラインということで、まあ、グランドラインのいいところっていうのが同じ属性から敵から受けるダメージを 15% 減少するので、まあ、例えばですね、あの対面がシャンクスの対マンするときですね、とても便利となっておりますので、まあ、シャンシャン対策のためにグランドライン入れておりますと、まあ、ぜひね、このメダルとサポート参考にしていただけると嬉しいなと思います。ではやっていきましょう。では一戦目ってことでよろしくお願いいたしますと。まあ、シャンシャンはね、皆さんね、いろんな YouTuber も含めて、私の動画も含めてね、まあ、いろんな人のプレイ見てきたと思うんですが、もうガチで強すぎるんですよね、シャンシャン。本当に。はい、じゃあスカイね、何回も決めて、ここでスキルで、ボーンと、オーケー。もう早速火力がガンガン上がっていきますね。もうシャンシャン火力が上がるから楽なんですよね。もう、あっという間にもう 40% ぐらいですかね。まあ、アップしておりますので、もう、吹っ飛ばすだけでさ、火力上がってるってさ、笑うよね。あとさ、裏スキルがめちゃめちゃしやすいですし、あの、皆さん昨日ね、動画でもですね、あの、手元動画っていうことで紹介したと思うんですが、シャンクスの裏スキルガチで使いやすいんですよ。あの、簡単に裏が決められるので、ぜひおすすめしたいですね。やべえ、カメラがおかしくなった。あ、バウンティーあるあるなんですけど、このカメラが突然おかしくなる事象がを直してほしいですね。あ、マジでやめて、やめろ。あ、じゃあスカイ入っての。はい、通常攻撃。はい、ここでスキルで決めていくと。オッケー。いや、マジでさ、途中でさ、カメラがさ、方向転換してどこ向いてんねんってなるときあるんだけどさ、この気持ちわかる？いって、絶対今の当たってねえから。やべ、誰があって当たったんだよって感じなんだけど、マジふざけんなよ。で、残り1分でブーストが来た。これ、シャンクスで裏と行こうか。裏取ります。オーケー！これです。あの、突然裏から来ると気づかないよね。はははははは。いや、ちょっと悪魔みたいな笑い方になっちゃった。いや、マジで絶対気づかんからね。ちょっと逃げよう。一旦逃げよう。はいはい。うぃ、強いね。歌ね、やっぱり火力マックスモニーとかにしちゃったら、もしかしたら、あの、全然シャンシャン、一発で倒せんじゃないのと思うんだけど、気のせいですかね。意外と火力今、うってぐらいめちゃめちゃダメージ食らってたんで、怖いですよね。対面シャンシャンだった。シャンシャンだと怖くないんだよ。歌の対面ちょっと怖いかもしれないですね、今後。で、一旦避難してのスキルで当てていくと、ちょっと一旦離れましょう。まあちょっと二人いるんで、きついんで、あい、これはちょっとね、嫌な嫌な盾があるんで、一旦逃げましょう。裏も取られているので、結構やばいところではある。でも、裏もらいたいってことはもらいたいんですけど、裏がね、一応今なっちゃってるので、これ味方に任せてからの、裏の C に狙おうか。C に行ったと無理だから、ここ一旦外れての。うん、結構場面上むずいな。残り30秒。これ数でのチャンスはどっかにある。これ、ターゲーこっちに来る。うわぁ、マジで何やってくれてんだマジか。うわ、被害者被害者、俺絶対被害者、ここスキルでよ、ボンと、OK! 絶対今の俺被害者だぜ、もう。で、一旦ここ旗取って、残り十何秒。これワンチャンいけるんじゃない？奥狙いそう、奥狙いそう。いけるいけるいける。これ、当たんじゃねワンチャン。おお、当たっていく。これ取れるんじゃない？あ、待って、撃った、撃った、ちょっと待って、あ、待って、うわ、1ミリ待って、撃った、撃った、マジか、撃った、ごめん。では、二戦目、ラストの試合ってことでやっていきましょう。いや、一戦目、マジで悔しかったな。まあ、いいんですけども、ここを早速裏狙っていきたいとかですね。裏ですね。私、裏の達人、あえちゃんと申しますと、任せてください。裏なら俺に任せろ。もうこれ、さすがに逃げよう。あげ？まあ、全然怖くないと。まあ、怖いといえば、本当に火力上がっているロジャーは注意してください。あの、火力が上がっているロジャーはワンパンで、あの、シャンシャンやられてしまうんで、あの、本当に気をつけた方がいいですね。で、裏は守ってくれてるの、ここ、裏どっかで入りたいですね。ここ、もらっていく。もう、裏の達人ですね、本当に俺。いや、ガチで裏スキル強すぎるんだよな、はい、ここ。あー、最悪。まあ、通常に合わせて、あの、スキル上手いですね。もう、さすがですね。これ、うまく、狙い、あ、
失敗していく。まあちょっとね、狙いたい相手を狙えなかったのがちょっと残念ではあったけれども、まあここはどっかで、まあ怠慢してるから、これ多分カウンター被害受けそうな気がしなくもないんだよな。これ倒せそうなら倒したいなっていう気持ちもある。あれ、一旦ここ狙おうか。はいはいはい、うん、いいですね。これうまくスキル使おうか。裏、あ、いい、もらっていく。裏、もう何でも裏ですね。あの、今の時代は裏ですから、皆さん。あの、裏を極めましょう。マジで、裏極めることによって、いや、ガチで、もう今後、見る世界が変わってきますね。もう、怠慢楽しくなるし、あの、裏決めた時の爽快感がね、もう、ストレス、発散になるんだよ、これ。敵がね、固まってるところ見逃さないからね。で、ここ裏も見逃さないからね。もう見た獲物はシャンシャンの獲物ですからね。まあ、これ、俺のね、ダブル KO からの、トリプル KO っていうことで、あそこ裏から来た瞬間ね、もうスキル1で決めたいですね。これ降りてきますね。降りてきた瞬間に、あの通常で決めたいところでもある。これスキルで決まるからワンチャン。ああ、逃げていく？はいはいはい。これこっちに来た瞬間スキルで決めようか。はい、降りた瞬間に狙っていくと。なめんなよ。このスキルガチで強いんでね。で、スキル2で、ここで、ぐしっと、オッケー、ダブルに当たっていくと。これ、いいですね。もう KO ダブルできるですね。はいはいはい。はい、これも KO できますね。はい、ダブル KO。これで 7KO ですね。素晴らしいでしょ？で、ここで、うたちゃんに、一気に、うたちゃんも多分シールドがあったんで効かなかった。距離は KO したけれども、はい、ここで KO と。もう火力、マックスになると、もうもはや、敵なしですね。これ降りてきた瞬間狙いたいですね。ここスキル？うわ、うまい！マジか、ここスキル2で、もう相手回避ないんで、ここで、ドーンと！オッケー！もう回避がなければこっちのもんだよっていうことで、こっちにもブーストが来ますね。でかいですね、ブースト。あれ、味方に任せて、ここのロジャーを通常攻撃で、吹っ飛べー！オッケー！ワンパンにならないちょっと悔しいですね。突き刺しでワンパン倒せればいいなと思ったんですけど、倒せなかったですね。あー、これブースト終わっちゃうな。ブースト終わる前に突き刺し、うらー、無理だった。スキルに使ってたからきついですね。これ最後、裏決めましょう。裏でドン！あ、やっちゃった。またやっちゃったよ。スワイプあるある。ごめん。まあ、こんな感じで、サポートメダル完成したシャンクスはガチで強すぎる。皆さんも試してみてね。またなー。